フォークランド宮殿は、スコットランドのファイフ、フォークランドにある、かつてのスコットランド王の宮殿である。現在は、ナショナルトラストフォースコットランドの管理下にあり、観光客に開放されている。フォークランド宮殿スコットランド王は、14世紀に、ファイフのマクダフ族長から、フォークランド宮殿を手に入れた。1402年、初代オールバニコー、ロバート・スチュアートは、 不貧困で知られた老いである、ロスシー公デイビッド・スチュアートをこの宮殿に閉じ込めた。幽閉のみとなったデイビッドは、満足な世話のないままここで餓死させられた。1501年から40年かけて、ジェームズ4世とジェームズ5世は古い城を美しい、王宮に改装した。すでに病のみであった、ジェームズ5世は、ルネサンス様式の修作の一つと言われる宮殿で、 王妃メアリー・オブ・ギーズが娘、メアリーを産んだ知らせを聞いた後、1542年12月に死んだ。フォークランド宮殿は、周辺の森で、高刈りや狩りで利用する王宮として、スチュアート家の人々に利用されていた。スチュアート家が、イングランド王も兼ねるようになってから、ジェームズ6世、1世、チャールズ1世、チャールズ2世の3代にわたり、フォークランド宮殿を訪問している。 オリバー・クロムウェルは、1650年に軍を率いて、宮殿に火を放ち、芝田く間に廃墟にした。1887年、第三代ビュート公、ジョン・クライトン・スチュアートが、宮殿の再建に取り掛かった。ビュート公は、宮殿の管理者となり、第五代ビュート公までその任を務めた。1952年、第五代ビュート公は、ナショナルトラストに、宮殿の管理。 修繕を依頼したが、現在の所有は第七代ビュート校である。宮殿は長くビュート効果により保存されてきた。ナショナルトラストは宮殿と広大な庭園の管理維持を行っている。テニスコート内浴は王室礼拝堂があり、東浴は王の寝室と王妃の部屋がある。観光客は門番小屋内の管理人務も見ることができる。庭園には 1539年に作られた当時のままのリアルテニスのコートがある。現在も使用する世界一古いテニスコートである。テニスコートはホークランドパレスロイヤルテニスクラブのホームである。ありがとうございます。